生活をしていると必ず発生するゴミと資源。今回はゴミを減らすための4つのお願いについてご紹介いたします。4つのお願い聞いてほしいろ。お父ちゃん、4つのお願いといえばね、今日学校でリサイクルやね、ゴミのお話を聞いてきたんだけど、その中でもね、4つのお願いっていうのがあったよ。ほー、リサイクルでも4つの願いがあるのか。じゃあ教えて、将来。オッケー、リサイクルマンが教えちゃうぜ。みんなよく覚えててね。1、ゴミになるものは買わない。2、お店のレジ袋を断る。エコバッグを使ってね。3、リサイクル品を買う。いろんなものが出てるから探してね。4、必ず分別をする。じゃあみんな頑張ってね。どう？これからも住みよい町でいられるよう、ゴミの減量資源化にご協力くださいますよ。お願いします。